ッサージにこの炭酸スプレーを使います。ちょっとスーッとしますね。次使う石鹸は日本製のものです。酒粕が入ってるクレンジングソープ。顔と手のひらにはそういうのがで、感覚神経のレセプターがあって、そうだから顔を触ってるだけなんだけど、結構体全体リラックスしやすい。はい。Are you comfortable? Yeah.How are you feeling today? Good. Yeah. I've been like really, really excited. I know how good my neck always feels. coming here. 本当にずっと楽しみにしてます。ああ、本当ですか。ああ、硬いですね。言われると思いました。クレンザーとかもう日本のブランドですか？あ、これはあのエンバイロンです。知ってますか？なんか一回だけ受けたような気がします。南アフリカの、でも日本でもすごくポピュラーで、はい、うん、すごい肌が綺麗になるんです。エンバイロンってブランドの名前ですか？うん、次使う石鹸は日本製のものです。あの酒粕知ってますか？知ってます。あれですよね。うん、酒リース。うん、そうです、そうそう。酒粕が入ってる。
クレンジングソープなんですけど、日本でああいうの売ってるんですね。うん、すごい自然の力そうそう、一番は保湿かな。まあでも肌の環境を整えてくれる。イギリスのエスパです。イギリスのブランドですね。顔も凝ってますね顎はすごいなんか硬いのは分かります、ね、多分歯ぎしりほどではないかもしれないけど、うん、すごいそこなんかストレス溜まってる時すごく硬くなります。そっか、まあ、歯ぎしりもしてるかもしれないけど、うん、硬いのって表情とかも作ってるからですか。この硬さはまあ力が入る、無意識にやっぱそのストレスとか考える時とか、うん、まああとは噛む時、ご飯を食べる時もそうだけど、うん、ぐーっと力が入ってる感じ。左右差もあるんですか。ありますね。私はどっちですか。どっちだろう。どっちもでも硬いですね。あまり左右差ないです、そこまで。うん、もうあの顎の位置がすごいもう右か左にずれてる人もいるぐらいいるけど、まあ、メリッサさんはそれはないですね。うん、なんとなく嬉しいですそう、でもまあ完全にシンメトリーな人はいないですね。やっぱりみんな癖があるから、うん、体も顔も、うん、うん、
一緒ですもんね。そうそうそうです。でもずっとこういうトリートメントとかやったら顔って本当になんか良くなるんですか？上がったりって。あ、まあどうしても日常生活で下がってはくるので上がり続けないけどでも、うん、メンテナンスで、うんうん、やっぱよく来てくれる人はその左右差があった人がだいぶ左右差がなくなってきたり、うんうん、左右差がなくなるとやっぱり見え方が変わる、顔の感じが変わるので、もうそれだけで、うん、だいぶ違いますね、うん、なんか女優さんとかもやってそう、メンテナンス。ああ、そう、そうでしょうね。結構日本の、うん、なんていうの、あの YouTube とかにそういう女優さんが受けてる股間マッサージとか、うん、ああいうの見てて。そっかそっかね、股間マッサージは人気ですね。イギリスに本当にでもなんか小顔という単語すらないですよね。あー、ないですね。みんなこだわってないかも。いや、みんな小顔です。いやいやいや、みんな小顔です。私、石原さとみとか綺麗だと思ってます。顔これ輪郭が綺麗。確かに確かに。そう、でもこちらのお客様はやっぱ小顔になりたいっていう人はいないんだけど、やっぱりリフトアップ、うんうん、とか、まあ、あとはそのアシンメトリーのを直したいとかが多いかな。あとはその、うん、マッスルテンション、このここが硬い人多いですね。あと眠れない人とかも来ます。割とリラックスできるから。なるほど。あ、うん、歯ぎしりではなくてマッサージ中に寝たいという、うんうん、まあでも結構その日の夜よく寝れたりするみたいで、うん、顔は触られるとリラックスするんですよ。そういうあのレセプターがあるんですよね、うん、だからいつもリラックスできる。そう、顔と手のひらにはそういうのがで、感覚神経のレセプターがあって、そうそう、だから顔を触ってるだけなんだけど結構体全体リラックスしやすいですね。だから手相とかも落ち着くんですかね。あー、そうかもしれないですね。マッサージにこの炭酸スプレーを使います。ちょっとスーッとしますね。
い気持ちいいです。気持ちいいですか？そう、夏は特にね、暑いから、うん、あとは、うん、すごい血行が良くなって頭がほぐしやすくなります。日本では結構流行ってますよね。私もネットで見てます。でもずっとやりたかったけどイギリスにないので。ないですね。すごい嬉しいです。あー、よかったです。ずっとどんな気持ちなんだろうって思いながら、すごいやっぱ気持ちいいですね。うん、気持ちいいです。デスクワークですね。やっぱり。うん。でもなんか痛気持ちいいですよね。あ、大丈夫ですか？全然なんか。うん。痛くならないでほしいと思うんだったら、月に何回くらいやった方がいいですか？やっぱりエクササイズと一緒に、まあ週に1回とか来られる人もいますけど、まあ月に1回ぐらいがメンテナンスにちょうどいいかな。あとはあまり高すぎない枕を使うことも大事だし、まあ、スマートフォンの時間をちょっと気にする短く。エクササイズはしてますか？エクササイズの定義に散歩とかはたまに週末にします。散歩、散歩いいですね。あと普通に通勤。通勤、そうですね。うん、でもちゃんとしたジムとかには通ってないです。そっかそっか。なんか一時的にピラティスやりたいとは思ってたんですけど、うん、近くに見つからなかったので。あ、近くにないとね、難しいですね。でもやっぱエクササイズやってた方がなんかいいですか？そうですね、そうですね。ヨガとか、まあ、ピラティスは、わ、硬い。
でもすごい気持ちいい。硬いな。これってデスクワークしてる人ってみんな結構こんな感じになるってことですか？というわけではないかもしれない。人に、まあ、人によるかな。デスクワークの知り合いで全く凝ってない人も知ってます。羨ましい、うん、でも すごく綺麗に座ってます。あ、もう椅子にもうすっごく綺麗に座って、まあんまりそんなに長い時間やってないのかな。すっごいまっすぐというか綺麗に座って、だからやっぱり椅子の高さとか、まあうん、パソコンの高さとかすごい大事です、うん、なるほど。そうだからワークフロムホームの人はね、ベッドで仕事する人とかいますよ ね。あれは絶対ダメ、絶対ダメです。私学生の時いつも論文とか書いてる時ベッドでした。あ、そう、それはもう本当にダメです。明日画面の位置変えようかな。そう、あとはやっぱり立ちながらやってる人とかも聞きます。そういう人はやっぱりあんまりそこまで凝ってないですね。あ、そうなんですね。うん、首を流すと少し顔が上がるんです、こっち側。うん、やっぱ凝ってるから顔がたるんじゃんですか？いや、ね、この首の筋肉というか、まあ、この多分胸も硬いんですけど、うん、がもう引っ張っちゃうんですよ、顔の皮膚。あ、ここが緩むと少しその顔の皮膚というか筋肉が本来、うん、あるところに戻ってくれるので。そう、え、じゃあ凝ってる人の方がなんか老化しやすそう、うん、と思います。うん、やだ。そう、あと体とか首とか、まあ、頭とかが凝ってる人はもう顔触らなくてもやっぱ顔すっきりしたりするんですよね。そのなんだろう、体のマッサージだけで。うん、なるほど。そう、だから逆に顔はあまり皮膚をさ、なんだろう、触ったりマッサージしすぎない方が本当はいいので、うん、うん、周りの周り、そう、周りをしっかりほぐせば顔は少し緩めるぐらいでも上がる人はすごく上がります。うん、確か前回はすごい上がってました。でもなんか一番の感覚はもう首がすごい軽く感じてて、うんうん、あ、本当もう天国でした。天国。なんか頭が、なんていうの、肩に乗ってないほどなんかすごい軽すぎて違和感があった。そっか。でも他の通ってるところとか毎回顔だけだから、うん、でなんかマッサージか顔、うんうん、なので、なんかこうやってどっちもやるっていうのがすごいいいと思います。そう、ね、肌だけに、なんだろう、肌だけのトリートメントだったらね、首とか頭とか、まあやらなくても、まあ、結果出る、うん、まあでもそれでもやっぱり周りの血行を良くするとその肌のトリートメントの、うん、の効果も上がります、やっぱり。うん、うん、メリサさん硬いから特に、うん、
またちょっとこっちの眉毛が上がりました。この首のストレッチすごく効くんですよ。まあ、全体的にねシュッと上がるんですよ。で、そう、頬の高さというか変わってくるんですよね。でも顔は最初にちょっと押しただけじゃないですか、うん、そう。だから、まあ、いかに首と頭をで頭の後ろをほぐすかにかかってます。すごい不思議だ。そうなんですよ。硬いからこそ違いが分かるんですね。そうそうそうですね、うん、でもね、ちょっと右側、こっち側が少し上がりにくいですね。うん、こっちの方が硬いですね。あ、右利きだからかな。うん、かもしれない。右が上がりにくい人が多いです。うん。いや、でも今でもすごいすっきりしてきた。あ、気持ちいい。なんか息もしやすくなってるような気がする。あ、本当ですか。うん、なか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 なんか申し訳ない。いいえいいえいいえ。私って逆に硬くないところって逆にあるんですかね。全て硬いような気がする。ここも硬く感じるし。あー、きっと心が柔らかいんだな。優しい。今その差をすごい感じてます。感じました。うん、なんかストレッチしてる時も、うん、左ほどいかないような気がします。あー、そっかそっか。でも肩の痛みもいつも右。うん、あー、そっかそっか。ですよね。はい、じゃあ次呼吸のテクニックやりますので、私の合図に合わせて、鼻から吸っていっぱいになったら一度止めます。で、はい、まあ、だいたい5秒ぐらいしたら口から吐いてくださいと合図しますので、はい、お願いします。はい、じゃあまず普通に息を吸って自然に吐いてください。はい、じゃあ鼻から吸っていっぱいになったら止めます。口から吐きます。はい、やっぱりこっち上がりやすいですね。うん、また上がった。
鼻から吸って。口から吐いて。鼻から吸って。口から吐きます。吸って。肩もすごい気持ちいいです肩も硬いんですか？硬いですね硬いです。
ございました。ありがとうございました。